梨の受粉に使う中国産花粉の輸入が停止されました。推計では面積で約3割が中国産花粉を使っているとされ、来春の受粉に使う花粉が足りないとの声もあります。なぜ輸入は停止され、産地にはどんな対応が求められるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。こんにちは記者さん。この前ニュースを見てたら、中国から梨の花粉を輸入できなくなったって言ってたんだけど、どうしてなの？こんにちは、まいちゃん。中国産花粉の輸入が停止されたのは、中国での花粉病発生が要因だよ。枝や葉などが火に炙られたように枯れ、木が枯死する場合もあるんだ。有効な防除方法は未確立で、感染すれば伐採が必要なんだよ。日本では未発生だけど、韓国など近隣国を含め世界57カ国で発生しているんだ。農水省は7月中旬に2021年以降中国でも発生していたとの情報を確認したんだ。花粉を介して病気が侵入するリスクがあるとして8月末に輸入を止めたんだ。そもそもなんで花粉が必要なの？通常花の中でおしべの花粉がめしべにつくと受精して実がなるけど、ほとんどの梨は受精しない性質を持っているんだ。受精には遺伝子型の異なる多品種の花粉をめしべにつける必要があるんだ。そのために花粉を他から用意して人工的につける必要があるんだよ。なるほど。でも花粉って日本にもあるよね。なんで花粉を輸入しているの？農家自らが花粉を採取する負担は大きくて、輸入品を購入した方が省力的だからなんだよ。花粉採取は専用の木を栽培し、そこから花を一つ一つ手作業で取るか、枝ごと花を取るんだ。その後も機械で花粉が入っているおしべだけ選別するなどの工程があって、近年は温暖化で開花時期の前進や短期化が進んでいて、作業が間に合わないという声も出ているんだ。国産花粉を広域で流通販売するような業者も経営を成り立たせるのは困難で、現状はない状況なんだよ。輸入花粉に頼ってきた産地はこれからどうすればいいの？農水省は花粉の自給を呼びかけているよ。具体的には花芽のついた剪定紙をハウスで加温し採取することや、受粉樹からの採取量を増やすことなどを提案しているよ。こうした個々の農家での対応には限界もあるとみて、地域内で花粉を融通したり、花粉採取に必要な機械を共有したりすることなども提案しているんだ。今日もいろいろ教えてくれてありがとうございます。どういたしまして。気になることがあったらいつでも聞きに来てください。